この不快っていうのはこれ分かりますかね。この基本中の基本なんだけど、あの10回はこの間話したよね。あの人間の命、人間の命にあのこう状況を分析すると10種類の生命状態があると。下からいくと地獄っていう、もう苦しい、切ない、もう何にもやんなくねえ、もう死にたいって言ってるのが、そういう命の状態が地獄界って。次がガキ界ですね。もうとにかく飢えて飢えて、もう何でもこう飢え渇いてる状態、あれが欲しい、あれが欲しい、あきーっていう、そういう状態がガキ界っていう命の状態だよと。で地獄ガキ、畜生、今度は動物と全く同じ状態ね。本能のまんまに動いてるような、もうまさに欲望と本能だけで動いてて、あとは動物だから弱肉強食なのね。弱いものを食っちゃうんです。そして自分も強いものに食われちゃうみたいな、そういうもう生物の原型的な何にも知性も何にもない状況を畜生。その次が修羅界っていうのがあって、修羅界っていうのはあのもうちょっとこう独占欲とか支配欲とか、そういうちょっとこう、まあ政治家みたいな感じですね、見てるとね。この欲望でも本能だけじゃなくて、もうちょっと高等な本能、あ高等な欲っていうか、人を支配してやりたいとか、あいつを蹴落としてやりたいとか、仲間作りして対抗してこっちが勝ちたいとか、そういうような感じの命、これが修羅界。そしてやっと忍界っていう、忍界はあの普通にこう穏やかな、たおやかな知性もちゃんとあり、それから命もあの暴れてなく、人間らしい心。ところがこんな状態すらほとんど出ないもんね、みんな大体こっちの方が多くて。でここまでをちなみに言っとくと六道と言うんですね。天か天までだ。天界っていうのはうわーやったーみたいな、嬉しいとかバンザーイとかっていうね、契約決まったとかさ、そういう瞬間を天界って言うんです。でも天界っていうのは一瞬しかないっていうね、持続してできない、いいこと起きた時だよ。だけどそれがあのこけると、あるいは違う苦しいこと起きると、すぐドーンとこっちへ追っていっちゃう。でこれが 1,2,3,4,5,6 で六道輪廻って言うんですね。で信心してない人はもうただこれをぐるんぐるんぐるぐる巡ってるだけって命が。ある時はわあ楽しいなんつってさ、でバーッ電話かかってきて、誰それが事故よなんてガーッて一気に地獄になりとか、ガキの畜生の修羅の輪廻って、これをただただ繰り返して一生を終わっちゃう、何の徳も積まないうちに。でこの上に任天聴聞っていうのがあって、聴聞っていうのはいよいよ今度は、成長しよう、自分の徳をもっと高めようって気持ちが出てきた状態ですね。でもっと端的に言うと、仏様が説かれてることにそれを耳をよく傾けて、あるいはよく読んで学んでいこうっていう命、それが聴聞と。仏の声を聞くって読むわけだね。そしてその次が円覚。円覚っていうのはさらにはこのいろんな自分を高めていこうと思って修行していく中で円に触れるわけだな。あこういうものを見たとか、あ空気のこう空の雰囲気がこうだとか、なんだかんだっていうのを見ながら、そこにまたその仏道修行を悟っていくわけですよ。何かの一つの原理を悟っていく、あこういうことなんだっていうね、それを縁に触れて悟るから縁幕っていうね。それからさらにもっと高みが菩薩ですよ。もう菩薩というのは、もう他を救いたくて救いたくてしょうがない、他を救っていくことのみ、そこにのみ自分の喜びを感じ取っていけるような、そういう命。そして極まったところが仏界っていう、仏の境界、仏の命っていうのが、それはもう、もう口では表現できないわけですね。だけどまあ
一切主張がもう幸せになってほしいっていう気持ちの塊であり、それから知恵の塊であり、弁説の塊であり、何でものもう最高級の境地があるんですよ、こんな。でこれで10回なで、これが全ての人が持っているあの命の分析すれば、こういう命の境界が中で混然としてぐるん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 回ってくんだよ。ただ正しい信心しないまでの人はこのこっちを師匠と言うんですけど、4つの聖なる命は味わえない、基本的に味わえないんです。中んづくこの菩薩だとか仏戒だなんてことはもう絶対にこの大乗人の仏法に出会わない、この御本尊に出会わない人は絶対に味わえない。存在してるっていうことは言えるんだけど、出てこない、御本尊に触れないと。だからないに等しいってことね。石の中の火って言ってもいいよね。石に火なんか絶対ないと思うじゃないですか。でもガキってやると火花が出るじゃん。あ、じゃあ火の元があったから火が出たんだよね。昔はこうカチン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 やって火ついてたんだから、そうやって仏法では見るわけよ。そうすると火の石の中に火になる何か原因があったから、あのなんか変な草にこうやってカチカチカチってやると火が飛ぶわけだからっていうけど、ほっときゃ絶対に火は出ないじゃん。そのくらいのことは仏戒とか菩薩戒っていうのは一般人にとっては、だ我々はそれが御本尊に向かって権威をしっかりやって正座やるってことは、その火を出してるんですよ、御本尊とカチンカチンって。ありえないとこから火が出てる、仏戒が出てるから、それで十戒が整ってるって言えるんだけど、一般世間の人はただもうこの忍天所羅修羅この六道をぐる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 回ってるだけの虚しい哀れな生活をしてるから、教えてあげなきゃいけないってことなんですよね。あなたの今のままが本当の姿じゃないんだよって、もっとその、幸せな大しく、喜びに満ちた、それから何事も乗り越えていける、そういう境界っていうのは本当に起こるんだよっていうことをね、伝えていくことの釈迦なんだよ。それには自分に何かそういうらしいことが起きてないと人に言えないのね。いや私もよくわかんないんだけどやればいいかもしれないよなんて。でもそれでもいいんだよ、寒いんだったらほら着ろうぜ、大丈夫大丈夫。それでまあこのいいね、本当にみんなは一番基礎のとこからなのね。今日10回論って10回ってのよく聞いたの初めて、聞いたことあるんだけど納得できたのが初めてです。ああ嬉しいこと言うじゃないですか、胸に落ちたわけだ、ああそういうことなんやっていうね。そうなんです、簡単に言うとこういうことだ。でこの今のこと説明するのにそこまでから行かなきゃいけないね。なんだって、そう、それでこの重要なポイントはね、ここにもちゃんとそれなりに書いたんだよ。九回の主張って書いてあるでしょ。だから言っても、もっと優しく言ってあげると、こっからここまで仏戒以外はまあ人を大切にしたいなと思う心を持ってる人だっているもんね。それは一文の菩薩会とも言えるわけよ。ただ方法を知らないだけだ。この御本尊様のところに連れてくる以外幸せになる方法はないっていうことは結論なんだけど、世間でも気持ちは人を救いたいと思っていれば、その心自体は菩薩界とも言えるよね。だから世間でも例えばほら有名なのはニュートンとかさ、リンゴ落ちるのを見て、普通だったらただ落ちるって見てるのに、地球とリンゴは引き合ってるんだって見たわけだよね、ニュートンは。それで万有引力の法則を、まあ、発見したというか、まあ、気がついた。それを縁学とも言えるわけだよ。何か世の中の出来事で、あっ一瞬でその、あっそういうことなんやって悟るわけ。で、声聞っていうのも、要は自分が向上したいと思って、もっと尊い人とか、世間の、昔からの賢人、鉄人っていう人のものを学ぼうとする心は、声聞とも言えますわ。だから、でも絶対に今度は仏戒だけは出ませんよっていうことなんですね。これはもう日蓮大聖人様のお命、つまり仏という命に触れない限りはこっちの石から火は出ないわけだから、そこでこっからここまでを
区界、九界と書いて区界と発音するけど、区界と呼んで、これ自体がもう迷いの境界だって仏法では言うんです。仏界を知らない、どんなに菩薩界の心があったろうが、どんなにそういう円覚界の心があろうが、正門の心っていう尊い心があろうが、結局は迷い、あるいは苦しみ、不快、それこそ不快なんだよと。そういうふうに仏教で不快と言ったら、そういう意味が心、この括弧の中に入ってるね。迷いの境界なんだよと。所詮仏界を知らない生き物、まあ、中んずく人間はどうあったって、世間的にどんなに尊そうに見えても、世間的にどんなに、善人に見えても、世間的にどんなにいい人でも、結局は苦界なんだよと。苦しみ迷い の境界に過ぎないんだと。こういうことをで、その人たちに向かって、要するにこの最後のあの内視崩壊平等利益自宅安同期じゃこーっつって、チンチンが先だっけ、そうだよな、チンチン、あれもいい、中小大って書くんだよ、カンコンガーンって、そのカンカンカーンとかさ、ジジジとかじゃなくて、チンじゃなくてもういいですタントンゴーンで、朗朗と最後のこの思いを込めてだよ、一切のそういう苦しみにあえでる衆生たちに向かって、必ずこの人たちも成仏させんという思いで、最後の南無法蓮華経、それとまあ供養をさせていただいた感謝だよね、この御座の供養を今日ここで終わらせていただきます、ありがとうございましたっていう思いとともに、最後の大目三章をする。これが基本的な本来の御行でございます。